通に考えたらゆうし君有利なんですけど、なんか心境的に米尾のが有利なんですよ。初めてじゃないですか。はい、いつもと全く展開が違うと思う。蹴りから越えていったと、少し足が滑ったか。サウスポーサイドは米尾、左は米尾が前に出る。6投入戦略で来るか。30秒切りました。ドロー、もらったら危ない。これは右にもらった。ペースを制御しているのは米尾。ゆくみさん、ここまでどうかな。あと、ボディブレイキングダウン挑戦。米尾を粉砕して見せました。よーし、おめでとうございます。素敵だ、俺の敵だ。今度は僕にも教えてください。いやいやいや、さすがです。良かったですか。でもやっぱ、今回めちゃめちゃプレッシャーとかあったと思うんですよ。はい、その中でしっかり倒しきるの、本当にさすがです。いや、ありがとうございます。強いです。良かったです。まだ教えてください。いや、こちらこそ一緒にやりましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。よし。